珍珠奶茶ウィーク。今天也喝珍珠奶茶。日本的便利商店的珍珠奶茶不好喝，但对珍珠奶茶我的爱很大，所以我努力。还不错。危ない。怎么了？ダメ。啊。ヨーグ、不是珍珠奶茶。我二位だ。喂，ダメでしょ？今日が最終日ですか？一応そうですね。なんだけど、もう日本帰ってきてから昨日とかも、もう朝昼ってもう飲む気になれなくて、もう晩に3つ一気に買って飲む。いやいや、ダメでしょ。朝昼晩飲むっていう約束でやってるんだから。まず言いたいのは、珍珠奶茶ない。日本に。今日も。3つ買おうと思ったのセブンイレブンで、もうそしたら1個しかなくて、仕方なくこの体に良さそう。違うじゃん。スムーシープシ全中奶茶で実際はどうなんですか、この全中奶茶飲み続けて。でも自分の中ではそんな体調の変化を感じてない、パッと見そんなに変わってないような気はするんだけど。来い。いや、太りたくはない。太ったね。マジか。1.3 キロ増えてる。どう？体重が 1.3 キロ増。筋肉が逆に増えてる可能性もあるからね。パワーついてる可能性もあります。スタート。ダメだ。はい。記録出ました。24秒27。5秒弱プラスです。こんなもの体に良くないですよ。まあ、あと気になるのは曲の方がね。そうなん、再生されたかって、あなたの体がどうなるとか、どうでもいいんですよ。そんなことは。このペースでいったら91万。あ、言ってた言ってた。4000みたいな話してたでしょ。足りないじゃん。なんとですね、1日平均1万回。えっ、わあ、本当にありがたい。いや、本当ですよ。この1週間全中奶茶ウィークとしていろんな企画をやったんですけど、皆さんのおかげで本当に全中奶茶の動画が伸びたんで、まあこの全中奶茶ウィークとしては成功ですよね。そうだね。純ちゃんと撮った動画も、いや、あれなんか公開されてないんだけど、なんか停電の動画になってたんだけど、俺の水曜日俺の水曜日どうなってんのあれ。じゃあウィークが終わってもちょっとまた、まだ残ってます多分。あと3本ぐらいあるんじゃないかな。結構取ったね。2、3本多分あると思う。まあこの検証1週間飲み続けたら、まあ 1.3 キロ太ると。そうですね、いうことが分かった。そう、他にね、なんか面白い品があると思うんですよね。あ、体臭がタピオカミルクティーの対象になってる。出るそうでしょ。今作ったでしょ、その設定。じゃあほんと増えただけだね。太るんだ。まだほどほどにってことね。当たり前の結果ですよ。まあ、あとはあれじゃないですか、動画的にはまだ別に100万回到達したわけじゃないから、まあこれからもやっぱり応援してもらわないと。そうですね、ライブのあのザオミャオピャオ、あの特典があります。えっ、これです。ハンマーですか？違います。ペンライトです。おお、これあればもう盛り上がること間違いなしだな。そうです、これやったらライブでは必ず盛り上がる、楽しいと思うより。8月中旬なので、ぜひ8月中になるべく早めに。そうですね、お求めください。お願いします。1年に1回の大イベントなのでね、ぜひ。そうですね、多分生で聴いてもらったらもっと楽しいと思うよ。みんなで一緒に聴いたら、みんなで歌いたい。ぜひ皆さん来てください。はい、じゃあハオジャオジョーアーサイン。ジョーユエアースさんハオイエンチャンホイメンピャオハオピンファンサオゾーン。これはどこに入れる？そう、ライブだよ、本当に。そうだね。ライブ、本当にライブにぜひ遊びに来てください。やっぱアイドルとして、こう曲とかパフォーマンスで楽しませようっていう、今回その気持ちでやってますので、翌日に握手会と写真会がこちらになります。ぜひどっちもお時間ある方は2日間来てください。じゃあもうここからはもう体に気をつけて、はい、もうグリーンスムージー飲んで、これをじゃあ。いや、もう甘いのに慣れすぎてもう。
苦いのがもういやいやいやああもうタピオカミルクティーしか受け付けない体になってしまう。ああああ安心する。ルゴシファンダファアンダアンディユエアンディナンはいよ全十ナイチャー全十ナイチャー全十ナイチャー